は僕たち5分間時刻アカペラです。僕たちは毎日明るく楽しく活動しています。皆さん歌は歌えますか？そうです、歌はとても素晴らしいです。歌を言葉で伝えられなくても歌を歌うことで伝えられることだってあります。今日はちょっとした元気を添えて、そんな歌の力をお伝えしていきたいと思います。どうぞ最後までお楽しんでください。妻の誕生日に来てくれてありがとう。さあ、そんな君に向けて誕生日の歌をプレゼントするよ。ありがとう、嬉しいわ。みんな行くよ。
伝えたくて伝わらなくて、時は素直になれずに、泣いた季節を超えた僕らは今とても輝いてよ。ノーミュージック、ノーライフ、気をつけ、レイ。